福島県のです、ね、地域密着型の気象防災情報発信基地、防災ラボです。えー もう明らかに天気のモード変わったでしょう、うんはい、いや寒いですもん朝晩はね、はい、で,でも青空が広がってて気持ちはいいですよねそうですね爽やかで福島県今週雨の日があるのかどうか寒さは増すのかそして台風十三号が発生しています、はい、今後の台風がどうなるのかというところも含めて、うんえー、詳しくお伝えをしたいと思いますまずは皆さんからいただいた季節の便りソラネットですけれども朝小雨が降りました、うん、これ実はですね 今日冬型だったんです最初、はい、冬型のしぐれだった、うん、なったのでしぐれだったので。はい。こちら土湯峠、うん、虹が出ました。はい、まさにですね。虹の向こうは冬の国雪の国なんて私よく言ってますけども、まさにその何て言いますか？秋が深まってるっていうのが、この写真からも分かりますね。そして秋の深まり土湯峠からさらに上。 浄土台柄から釜沼はです、ね、まさに紅葉が<ー>、えー、だん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 です、ね、見頃を迎えてきたということです、ねはい、れこれは吾妻小藤ですから、うん、ちょっと登山するとこんなきれいな画像が見られるということでございますそしておめでとうと言ってもいい,い,いと思います南相馬市小高区2010年9月以来、うん、10年ぶりの稲刈りが始まりましたおい、うん、しいんでしょうねきっとね農家の方もです、ね、喜びひとしおだと思いますそしてこれがきょうきれいだなと思って山釣りの、はい あの最初に咲く名木とつべの桜を囲むように彼岸花が咲いているというです、ね、いやさやかですねそのやっぱりねこの赤い花にはやっぱりこの青ですよねはい映えますねなんといっても今日はこんな感じの青空でございましたすみませんちょっと時間はバックします 朝冷えましたんで車のフロントガラスが曇ってました、うん、これがこの後冷え込むと霜になり、はい、そして氷になりガリ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 やらなきゃいけない季節もあと2ヶ月ぐらいなのかなというところですねさあもう一つ今日は視聴者の方からこういう画像をいただきましたなん、はい、<laughs> だと思いますこれ、えー、赤べこがま丸まってるわけじゃないですよ、えー、初めて見ました初めて見たでしょ、はい、これですよ ちょっと毒毒しいですけれどもこれいろいろ調べました、はいろいろ専門家の方に聞いたらこういうもの沖縄スズメウリというウリだそうでしてで皆さん、これスイカみたいだからってっておいしそうだからって食べないって、ねはい、実はこれグリーンカーテンとして人気があって実は有毒。<ー> でもあのリースの飾りなど観賞用としては楽しめるのでちょっと食べちゃうとおなか下しちゃったりするらしいので、えー、それだけはやめていただいてえ楽しんでください。知らないいいことっていってぱいあります、ね、ありまま、ねえー、ますすすねねあ勉強なさ明日の天気はどうなのかというと、うん、気象衛星を見ると分かりますもうです、ねはい、天気のモードが秋モードで西から東に天気が変わっているんですよ。よ、うん 長谷川さん皆さん、今、私、西から東と言いましたので、じゃあ、それをちょっと見ながら、この気象衛星見ていただきたいんですけども、よーく晴れてるでしょ、これ、冬のしぐれ雲です、ところが、それもすぐなくなりました、で、天気は西から東に変わってくる、そう、このあたりの雲がかかってくるかな、このあたりの雲、でも薄いですか、濃いですか、どうですか、薄いですよね、なので、この雲がかかっても、天気の崩れはあんまりありません、つまりあしたの天気はこうなります。はい。 朝はもう快晴なんですが、うん、さっきのあの薄雲がちょっと入ってくるんですよね、はい、えなので明日は薄雲をベースの天気ということになりますまあ朝の気温注目ウラバンダイ6度寒い南アイズ7度この前までクーラーつけてたと思ってたらそうですよね明日こちらのエリアの方は暖房が必要ですから、はい、え暖房の用意してくださいそれから薪ストーブのお宅なんかはそろそろやっぱり薪たくさん準備しておいた方がいいと思いますねそして中通りの北部です えー、昼は暑からず寒からずなんですが、はい、これね、22、3度っていうのが、一番働いたり、うん、勉強したりするにはちょうどいいそうです。じゃあぴったりもう明日はもういろんなことが効率よくできる快適な陽気ということになりそうですね。はいえー、ちなみに福島市の13度、これはですねなんと15度未満になるのは4か月ぶりということで、えー、長谷川さん、毛布出しました、出しましまたちょっと朝晩やっぱり冷えるので皆さんもぜひ毛布出してくださいね、はい、あの寝冷えしちゃいますそして中通りの南部です。 えー、もうこの秋晴れモードの時っていうのは空気がとっても上空も乾いてますから、あのー、にわか雨の降りようがないんですよね、うん、ですから明日もにわか雨の心配、夕立の心配はありません、えー、そして、えー、最後はこちらでございます、浜通りです、あさってまで秋晴れが続きます、今日ちょっと風が強かったですけれども、風はもう収まっておりますし、えー、明日も穏やかな陽気ということになりそうです。さあ、実はですね南の海上に気になる渦があるんですけれども、えー、これなんですよ。 はい、わかります。ああ、ちょっと気になります、ね、気になりますよね。これ,これ実は皆さんこちらです。台風13号が発生しました。うん、で、台風13号以外も熱帯低気圧があったり、ほら雲がたくさんあるんですよ。はい、今まさに対流活動が活発になっております。ただです。さっき私天気が西から東に動く季節になったって言いましたよね。はい、これ上空。 1万メートルの風なんですけども、うん、西から東に流れてるでしょはい。じゃあ台風がこう来た場合どう流れちゃうんですかこう,流れ,う流れちゃうんですよねあ<ー>だから川の流れのように台風も上空の流れに流れちゃうから長谷川さんこの台風は日本に近づけますか近づかないってことですかそうですそういうことになります、はい、一応念のためほらこんな風になってるだからこういう流れになっちゃうともう台風シーズンは終わりかけてるけれどもはい。まだやっぱりちょっと海面水温が高いんで、うん 多分もうあんまり来ないと思うけど10月中旬以降もしかしたら一つぐらい来るかもしれないんで、うん、まだ油断は禁物だと思っていただきたいと思います、えー、それでは週間予報です、えー、週間予報もなんか嬉しくなってきますがす、ね、木曜休みの方はちょっとアンラッキーですねただねこれで木曜日の予報も変わる可能性がありますいい方に、はい、なので明日もう一回再度ですねソラネット防災ラボ確認していただきたいと思います、えー、土曜日日曜日もお出かけるよりです 一区はこちら朝露のレンズに映るイワシグモ福テレ防災ラボでした